それは書物に記されたかつてのリーウェのことです。海は妖魔に侵され、山は水地に奪われました。それに対し元王帝君は仙人を召集し世界を取り戻そうとされたそうです。伝説によりますと、帝君がその時に放った言葉は、魔と神が入り乱れし、この世の中、己と天下を見極め、属性を知見する。天道万象、世の塵を払い、民を守る。それは、リーウェ最古の契約。そして今、最後の契約も、すでに定まった。